今日は王様のお菓子ランドで購入したお菓子紹介。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は王様のお菓子ランドで購入したお菓子を紹介していきたいと思います。でそのお菓子は、その王様のお菓子ランドで500円分お菓子を買ってみたという動画の購入したお菓子になります。それでは早速紹介していきましょう。はい、まずはこちら。タラタラしてんじゃねえよ、私の一番大好きな駄菓子のお菓子ですね。はい、お、2つ買いました。なんかちょっと大きいんだよね、袋が。はい、次。続いては、はい。わさび海苔を4枚買いました。困ったらわさび海苔っていうのがありますね。そちら終わったら食べます。これとこれのパーティーみたいな。次。続いては、こちら。ふ菓子です。ね、ふ菓子超大好きなの。うん。なので2つ買いました。そう。一つにしようか迷ったんだけど、これね、すぐなくなっちゃうわけよ。そうだから2つ買いました。次、続いてはこちら、クッピーラムネなんですけど、可愛くない？この容器に入ってんの。ちょっともうこのラムネも大好きなんだけど、この形に一目惚れしました。でね、まあ安いと思ったら、なんか50円ぐらいかなと思ってみたら80円だったっていうこんな感じ。可愛いよね、この容器。うん、可愛い。はい、じゃあ次。続いてはこちら、パチパチパニック。これ大好きなやつ。特にパチパチパニックの種類の中でもこのコーラが一番大好きです。こうね、私さ、ラムネいらないんだよね。パチパチパニックのこのパチパチする飴だけが欲しいもうハマっちゃうの、これ。もう一個買えばよかったな。次、続いてはこちら、きなこ棒なんですけど、なんか柄が違う。見て、こっちのきなこ棒は文字が青色と黄色なんだけど、こっちなんか違うんだよ。ほら見て、違うよね。なんでだろう。まあ同じものです。きなこ棒です。2つ。次は、はい、ガブリチュウです。これはなんかハイチュウの長いバージョンみたいなやつです。これは意外にうまい。次、これ、これは気になったやつなんですけど、モンスタースタンプっていうね、飴です。で、これなんか舐めるとスタンプになるよ、そのまま食べれるみたいな書いてあるんですけど、舐めるとスタンプになるじゃないですか。絶対紙にポンってあった後にまた舐めていいのかなわかんないけど、やってみました。こんな感じです。ちょっと今回はなんか知らないものも結構買いました。次、これ、これも知らなかったです。ロングガムミニってやつなんですけど、グレープ味。これね、ガムなんですけど、ガブリチュウに似てないこれそう、なんか美味しそうだったので買ってみました。じゃ次、続いてはこちら。これは私最初スーパーで見かけて食べたことあるんですけど、マシュマローってやつで、これ見た目めっちゃ可愛いんだけど、味もすごい美味しいんです、これ。なので買いました。次は、はい、なんかすごいちっちゃいんだけど、チーズおやつ。これはもう本当にうまいカルパスのなんか隣ぐらいにあるよね、絶対。次は、はい、長いカルパスです。カルパス最近食べてないからね、食べたいわ。次、はい、サッカーボールチョコと野球ボールチョコです。2つ違う種類です。まあね、味は一緒なんで、うん。これね、ちっちゃい頃ね、結構買ってたよ、多分スーパーでさ、すごい頼んでたよね、これ買ってーすって。なんか、うん、チョコも美味しいしね、私チョコ大好きだから。転がるわ。はい、次、続いては、はい、こちら。これはもうめっちゃちっちゃい頃やった、プチプチ占いラムネってやつ。これはなんかひらめきおしゃれ趣味とかなんかいろいろあるんだけど、何これさ、よくわかんないけど、これをやって食べるとこの願いが叶うみたいな、どういうことなのかわかんないけど、なんだっけ、これラムネみたいなやつだったよね。うん、まあこれね、友達とめっちゃやってました。はい、ラスト、ラストはこちらです。ミニミニハートチョコです。こちら、そう、あのね、チョコ好きだから結構入ってるんだよ。シャカシャカ音聞こえるでしょ、結構入ってるでしょ。
はい、こんな感じでした。はい、今回買ったのはこちらです。22個買って、なんと500円です。やばくないですか？すごい安いです。もう選ぶ時もめっちゃ楽しいし、この後もね、美味しくいただきますよ、本当に。ちょ、これ転がりね、やっぱ一番楽しみなのはこれかな。そう、一番好きなのこれ。はい、ということで今回は王様のお菓子ランドで購入したお菓子を紹介しました。22個買えて500円っていうのめっちゃ安いんですよ。だからね、皆さんも見かけたらぜひ行ってみてください。安いものいっぱいあるからね、特に10円コーナーはおすすめ。他にもね、こういう細かいお菓子じゃなくても、結構大きいお菓子とかも売ってます。行ってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。何食べようかな。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。